言えちゃうよ、ラジオですよ。で、今日もやっていくんですけれども、今日はね、ペッカのね、豆知識ですね。絶対に釣られないペッカっていうものをね、紹介したいと思います。ということでね、ペッカっていうのはね、普通は、こうやってね、一回釣られるペッカを見せます。で、こうやってケツから後ろから出して、はい、ここですね。よいしょ。で、ペッカって普通に出したら、こうやって、アイゴレで、逆サイに歩かされるんですよ。そう、それで、マスケとかね、後で、こうやって歩かされて、この時間稼いでね。で、その間に相手が、逆サイに保護を飛ばしたりだとか。で、コスト使うけど、もう残りはね、残りのペッカは、マスケとか、スケで完封するみたいなね。そういう動きをね、やっぱ序盤にペッカを出すとね、されちゃうんですね。まあ、ただ、まあ、こういう風にね、結構完封、簡単に、の、こんな軽い感じでね、完封されちゃうんですけど、俺がね、今から、話すのは、この端から出したペッカですね。からの、あることをね、することによって、その、逆サイアイゴレで釣られなくなるっていうね、そういうテクニックを紹介したいなと思います。ということでね、紹介するんですけど、まあ、こうやって普通に、ケツからペッカを出すとね、2倍タイム入る前でも、このくらいコストが溜まるんですよ。で、何をしたいかっていうと、ルート矯正ですね。はい。で、俗に言うルート矯正っていうのは、どういうものなのかっていうと、ペッカが歩くルートですね。まあ、歩く道ですね。を、なんだろう。もう一つユニットを、出すことによって、その道をなんだろう、矯正するっていうか、まあ、なんだ、普段なら釣れる位置も釣れなくなるっていう感じですね。で、こういうペッカがね、端から出して、俺今右端からペッカを出して、ケツじゃなくて右端ですね。やりたいときは右端に出したんですけど、この端を渡るとき、ここですね。このタイミング。ペッカが横に出てくるタイミングで、隣に工場を出してあげます。内側ですね。内側に、工場を出してあげます。そうすると、こうやってね、工場が押して、絶対に、この釣れる位置なんですよ。アイゴレ。なんですけど、ペッカが、さっき釣られた位置ですね、これは。なんですけど、工場がね、後ろっていうか、まあ、右側にね、この押して、ペッカが釣れなくなりますね。はい。ってな感じで、で、しかもタワーのタゲはペッカに行ってるって感じで、工場が先行するわけでもなく、ただ単にアイゴレに釣られなくなるっていう感じですね。はい。ってな感じで、もうペッカがお散歩しなくなるんで、この相手がね、逆サイにアイゴレを使って、ペッカがね、相手のタワーに直進したら確定で1本折れます。はい。っていうのも、確定でって絶対守られるでしょってなると思うんですけど、アイゴレがない状態だと、スケぐらいしかないですね。相手細かい系だと。うん。なんで、スケにザップさえ打っちゃえば、もうペッカを受けるユニットがね、アイゴレがなくなって、で、また相手はマスケ、焦ってマスケ出して、丸太出してみたいにやるけど、まあ、全然守れなくなるっていう感じね。まあ、これは、同じくらいの人に協力してもらってるんで、まあ、普通にね、こんな感じで、まあ、終わって、まあ、グッドゲームっていう感じなんですけれども、まあね、そんな感じで、もう、釣れなくなるんですね。そう、だから、端から出すことによって、もう、ケツペッカとはね、ケツ、再ケツの、キングから出すペッカとは、全く違う動きをさせることができるということで、まあ、これもね、一つの豆知識なんで。まあ、ペッカを使ってる人ならわかるんですけど、ゴレとかね、ジャイにもね、逆サイ誘導されたりすると思うんですよ、たまに。そう、だから、あ、このターン、相手ちょっとゴレとかジャイで、逆サイ誘導しそうだなって時には、もう工場をね、ああいう付け方を、もう単純に後ろにつけるんじゃなくて、ああいうね、ちょっと工夫して、こういう付け方をするだけで変わります、という感じですね。はい、ということで、今流行っているね、ザップさんがゴトリトン型でね、マルチに行きたいと思います。グラチュレ、ゼロか。マルチいいかな?うん。って感じで、そうですね。で、工場がないときは、ペッカの後ろにね、トリトンつけてあげると、そのアイゴレ引っ張ってね、また逆サイ誘導もされなくなるという感じで、もう2段階。ペッカの後ろに工場からトリトンつければ逆サイ誘導されなくなります。はい、という感じでね。で、昨日ね、ケンツに結構宣伝してもらってね、昨日出した、動画ね、結構反響が良かったんですよ。ケンツのおかげで。そう、まあ、こういう動画出したらええでって言われて、そのおすすめされた通りにね、やったら、やっぱさすケンツやなという感じでね、えいと今言ってるケンツも。そんな感じなんですけど、まあ、とりあえずこれは細かい系プラスのなんで、3画を出してから、ゴブジャイが来ますね。で、すぐポイズン構える。絶対にこれは何かしらで攻撃してくるんでね。よいしょ。おや?ちょっと。あぶねーい!あぶねあぶねー。で、これは、ギャングかな?あー、そんなんがあんのか、めんどいなー。まあ、これ、端前奇襲がいいので、そう、後ろからね、こういう時工場とか出すと、
やっぱりその、あれなんですよね。スパーキーに合わせられちゃうんで。で、スパーキーは基本削れてるサイドに出てくるんで、相手がスパーキーの時は削れてないサイドに、たまたまね、ユニットが被るってことを防止できるんで、そう。もう、はしまい工場出したら、たまたまケツスパーキーと被ったら嫌じゃないですか。そう。なんで、削れてないサイドに出すっていうのが大事ですね。たまたま被りを防止するっていう。で、今、相手はギャングとガゴムレを使ったので、はいはいはい。で、こういう感じで。で、もしゴブジャ受け来ても、これでも引っ張れそうだけどな。よいしょ。え、いいね。いいですね。で、これで、もう一度。こっちに。はい、なるほどね。で、こうやってザップ打ってあげて、ダメージをね、バチコリ入れていきますと。いう感じで、トリトン出して、ウォース出して、はいはいはい、はい。で、ペッカを出すと。一発はペッカでいけます。OK! 最高ですね。よいしょ。やばい!スパイキーで被った!やばいやばいやばい。やめてやめてやめてー、うわ、トリトンがワープしてあれだ。合っちゃった、相手のタイミング。やばいやばい。まあ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 、トリトンをね、使ってあげれば、こんなもんは余裕かなと。まあ、またゴブジャ引っ張ってくるんで。で、このペッカをここに出すのはね、トリトンとゴーストと被りたくないんで、こっちに出してます。で、一回これはボーイポイズンですね。一回落ち着き。落ち着きで。やばい、ちょっと入りそう。やばいやばいやばい。落ち着きからの。よいしょ。いいっすよ。ゴーストがいい働きをしている。これザップもあるんで、いけますね。よいしょ。三眼が働きます。オッケー。これはいい。ギャングしかない。あとは。オッケー、ケッ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 ケー、オッケー、いいですね。はい、という感じでね。トリトンもね、やっぱ昨日紹介した動画にあった通り、結構今みたいに逆サイに、引っ張ったりとかね、結構できるんで。あれ、逆サイ引っ張ってたかな、今。まあ、ユニット完封ですね、言ったら。トリトンがやっぱね、ケンツも動画出したけど、3コストにしては強すぎますね。うん。で、今、リーグで、あんまり、まあちょっと使用率多いんですけど、そこまでなんだろう、めっちゃくちゃもうトリトンしかいねえやん、みたいには、まだなってないですけど、絶対時期になるんで、このまま修正入んなかったら、ね。はい。なんで、トリトンは今のうちに使った方がいいですね。マジで強いです。もうね、海外のチームとかと、すごい、めちゃくちゃ本当に強いチーム、とかと練習試合しても、みんなトリトンをもう本当に、そこまでやるってくらいトリトン入れるんですよ。そうなんで、しかもやっぱりちゃんとね、上手い人が強いデッキ使うと絶対にそう勝てないんで、もうとりあえずね、強いデッキを使いましょうという感じですね。凍ってしまった。こわつー、でもなんかバレるとコウモリがあった?コウモリあったよな、なんか今。気のせいじゃないよな。なるほどね。たまに気のせいってことがあるかな。よいしょ。オッケーオッケー。これいい処理ですね。で、プリンセスがいそうではあるので、ちょっと被らないように。サンガを遅れ目で。取るね。いや、わかんねえ。でもこれ。ガコ頼む。残れ。来たー!美味しい!オッケーオッケー。めちゃくちゃあります、これは。なるほど。そんな入んなかった。トルネってことはインフェなさそうなんで、ケツペッカしちゃいます。インフェがある相手にはね、2倍までケツペッカしないんですけど。これは、アイゴレとかなくてね、枯渇系の逆サイ誘導とかね、あんまされないやつなんで、こっちでいいですね。アイゴレとかマスケとか入ってるやつには全部こっちがいいです。で、トリオをつけて、あいつを引っ張っちゃいます。よいしょ。もうクイズ打っていいんだよな、正直。こっちの方が楽っすね。よいしょ。なるほど。それは賢い。
いい。消えた消えた。オッケーオッケー。トルネとアイスピと、ポイズンを使ったので。オッケー。で、これで、こいつでね、ピュッて引っ張って、あとは、ガゴがやってくれるんだよね。いや、強い。この追いたきトリトンがマジで強い。で、このトリトン一回タゲ取ったらね、おぉ、なんだ。一回タゲ取ったら、もう何、ユニットが何出てきてもね、やってくれるんで、トリトンがピューンとこうやって飛んでね、バシってぶん殴ってくれるんで。やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょっとエレキ。エレキをね、犠牲にして、まあ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 いいでしょう。で、このゴーストを守ってくるのかな？どうなんだろう。よいしょ。まあ、ここら辺は、まあ、無視でいいかな。これは守れるかわからないんで。ポイズンそっちに打つんかい。マジかー。やばい。これちょっとやばい。言うてか。取るね。なーゴーストまで死んだー。なんでー、ペッカだし、これペッカで蓋をして、サンガゴだけで。そう、アイスピとか飛ばされるとね、やっぱちょっとだるいんで。この無視でいきます。よいしょ。いいよ、形がいい。で、このゴーストを前につけてあげるとね、ああいう、ゴーストってね、そのダックプリとかと違って隠れるんで、前につけちゃっていいっすね、全然。OK。勝ったらしょう、多分。飛ぶよ。オッケー。コムリとかしかいない。よし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 。全然、全然じゃん。全然じゃん。なんで？バレル来たらここで完封。マジっすか？だるいんだが。オッケー、ポイズン来たんでケツペッカー。ここはね、焦ってもつけてもしょうがないんで。ワンチャン始まり来る。来るよねー。よいしょ。オッケー、完封じゃない？今の。さてさて、いますよと。これ来そうだな。OK。やばい、やばい、やめろ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 。ああ。トリトンとザップ間違えた。ああ、最後間違えた。ああ、まあいいや。よくねえよ。はい。はい、ということで。ああ、負けたー。なんでー。これやべ、また声でかいって言われるわ。はい。ということでですね。まあ今日はちょっと、まあこんな感じなんですけど。まあペッカのね、ルート教室ですね。で、また俺、マジ俺の動画あるあるなんですけど、このね、なんかトリトンの、なんかキング軌道の位置紹介した後に何戦か行ったりとか、そう今の、ペッカのね、ルート強制をね、紹介してから何千回行くと、絶対に、そのなんだろう、それができる相手と当たらないっていう、このアイゴレとかね、全然引かないんですよ、これ。見て、このなんか、どっちも枯渇系っていう、どっちも誘導できねえや、みたいな感じなんですけど、そんなんしか引かないんですよ、マジで。もうちょいね、もうちょい俺に優しくしてくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ、そんな感じですね。はい。で、俺ね、また、いつも言ってるんですけど、毎日投稿をね、始めることにしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、やっぱね、ケンツが毎日日本投稿とかしてるとね、やっぱちょっと俺もやんなきゃなってなるんで、毎日投稿することにしました。なんで、毎日動画をね、上げ続けるんで、ね、もしよければもう、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は何でもあります。バイバイ。